Welcome to Dorsta. I'm Romagino. Today I'm gonna do a speech at Anything and Everything LT Meetup. Let's go! Test. Okay. はい、聞こえてます。OK です。はい、はい。準備できました。2、1、スタート。はい。たくさん人がいます。グラジオありがとうございます。それでは始めます。イタリアン人から見た日本のビアに足りないもの。私の名前はロマ人です。ローマ出身のイタリアン人です。私から見た日本のビアコミュニティはキモいです。すごくキモいです。あ、間違った。ごめん。すごく気持ちいいです。なぜなら、他のどの国よりもクリエイティブだからです。たくさん人が集まって、おしゃべり非常の活動をしているのを見て、感動しました。しかし、日本のビアコミュニティに決定的に足りてないものがあるのです。なんだかわかりますか？みんな、わかりますか？シンボルです。ゲームやプラットフォームはいくつも存在しますが、VR 業界にはまだこれだと良いシンボルが存在していません。日本とイタリアのシンボルといえば何でしょう？何でしょう？何でしょう？そう、スーパーマリオです。日本とイタリアの組み合わせは素晴らしいものを生み出します。我々どうしたとこれからのシンボルを作り育ててみませんか？興味のある方はどうしたのツイッターに DM お願いします。私は日本のビアに感動させられました。どうしたもあなたを感動させます。やられたらやり返す千倍ガシだ。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。緊張してインデックスコントローラーベトベトです。これから吹きます。よろしくお願いします。わかる。はい。どうぞ。なかなか刺激的なライトニングトークができたので、今後もこの経験を生かしてよりあの VR 関係やマーケット関係をあの情報発信をつなげていけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。ライトニングトーク自体すげえはずだったんですけど、めっちゃ緊張したんですけど、めっちゃ楽しいですね。これ当てたい。何もしないっていうタイトルだけでちょっと一発目から会場の空気を持ってこうとしたんですけど、ローマ人さんに完全に負けたのでめちゃめちゃ悔しいです。It was really XR enjoyable. よくわかんないけど拍手しとこう。Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us comment and subscribe our channel. See you in next video.